ここで取った遠藤のパスからファンビジョから小野瀬、うわうまい、同点ゴール1対1。これはうまかった今のは。リーグでも好調コンビのここは同点ゴールです。ここですね、一回取られるんですけど、はい、切りが早かったですね、小野選手。ここからのやっぱり小野選手、はい、まあ、結果はそこ取ったのは小野瀬ですからね、はい、自分で取ってそしてゴールも決めました。これね、一回中見てるんですよ、はい、上げると見せかけてニアの浮かしたボールなんですよね。